皆さんとても明るくってですね、書道に対してもすごく真剣に、取り組んでくれていて、私もすごく乗せてもらって、練習もしてきております。とても真面目だなっていう印象が、自分たちが学生のことに頃に比べると真面目だなと思いました。とても明るくてしっかり挨拶もできる子たちなので、一緒に今回させていただくのとても楽しみにしてました。皆さんがですね、意見を出してもらって、皆さん一人一人の思いを、筆に、託して、夢を書いていくっていう形で、生徒さん一人一人のですね、気持ちを表現できるようにみんなで考えていきました。みんなでいろんなことを決めていく一つ一つの過程がすごく楽しいんですけど、学生の頃の思い出とか出来事ってすごく大人になっても鮮明に覚えているものなので、その一つになればいいなっていう思いで今回一緒にさせていただいてます。ライブ書道を書く時って、ステージではね、一人のこともよくあるんですけども、最近いろんな方とコラボさせていただいて、その準備とかもねすごく楽しいんですけども、それを学生の若い皆様と一緒にできるっていうことで、たくさんのパワーを私ももらってですね、元気よく、練習もしております。本番に向けて、緊張しながらもでも楽しく、で皆さん一人一人の個性をですね表現できるようにやっていっています。順調だと言えると思います。大人になっても今も私も夢があるので、追い続けるものなのかなっていう、それがあることによっていろんなことを一つ一つチャレンジして乗り越えていけるものかなと思いますので、ずっと持ち続けてもらいたいものですね。いろんなね、生きてて辛いこととかもあるんですけども、自分を奮い立たせてくれる、これをやり抜いたら、自分自身自信が持てて生きていくことができるっていう、そういうものが夢だと思っております。